お元気ですか、ボクシミでございます。今回は2024パシフィックリーグルーキーカードセットでございます。こちらはレギュラーカードセット39枚、直筆サインカード1枚、インサードカードもしくは、GM のいずれかの2枚入りが入っております。それでは早速開封していきたいと思います。それでは早速開封していきたいと思います。まずはオリックスの横山誠也、内野手でございます。河内晃介投手でございます。トーマス海星投手でございます。堀柊那捕手でございます。高島泰斗投手でございます。小田島誠龍投手でございます。権田雄星投手でございます。で続きまして千葉ロッテから上田久斗内野手でございます。大谷光投手でございます。木村優斗投手でございます。早坂音投手でございます。で、寺地雄星捕手でございます。続きましてソフトバンクホークス前田優吾投手でございます。岩井俊介投手でございます。広瀬優太内野手でございます。村田健一投手でございます。柳沢亮太郎投手でございます。大山亮投手でございます。藤田雄太郎捕手でございます。で楽天ですね、小蛇辰己投手でございます。酒井春人投手でございます。日向直樹投手でございます。ウォーターズ理解ジュミル内野手でございます。で松田拓磨投手でございます。で中島大輔外野手でございます。で大内誠也投手でございます。で青野拓実内野手でございます。続いてライオンズですね、竹内夏樹投手でございます。上田平投手でございます。杉山春樹投手でございます。宮沢大成投手でございます。失礼しました、宮沢大成投手です、ね、こちらでございました、ね、でこちらがね、成田春瀬投手でございます。ちょっとね、2枚くっついておりました。失礼いたしました。で、改めまして、村田レオン、内野手でございます。糸川亮太、投手でございます。で、最後はですね、我がファイターズでございます。細野春樹、投手でございます。新藤優也、捕手でございます。宮崎和樹外野手でございます。明瀬良介内野手でございます。で星野日の出外野手でございます。で、
こっからね、お楽しみでございます。ここからはですね、限定カードね、3枚を紹介したいと思います。まずはですね、ドラフト7位ですね、オリックスバファローズの権田龍生投手の、銀箔デザインでございます。こちらがね、20欲しいんでございます。銀箔じゃなかった。ね、これは、ごめんなさい、銀箔ではないと思いますね、ちょっとね。何派かちょっとわからないですけどね、間違ったらごめんなさい。で続きまして、北海道日本ハムファイターズドラフト3位宮崎和樹外野手の、白サインでございます。こちらがね、63枚のシリでございます。で最後は直筆サインカードでございます。楽天イーグルスの、ですね、大内誠也投手のこれ直筆サインカードでございます。でこちらね37枚シリーズでございます。はい、あとね全部以上でございます。2024パシフィックリーグルーキーカードセットの開封動画終わりたいと思います。で明日はですね、あのバレーボールのカードをね購入しましたので、それをねやっていきたいと思います。でね、でその次はですね、懐かしいあのモルツ球団を紹介したいと思います。でメンバーシップ限定でシークレットで有名人のカードをね紹介したいと思います。芸能人で今もねあの芸能界に残ってるあの方のカードをなんとか購入いたしましたのでね、ぜひお楽しみください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。